練習中からね、ああいう形で武藤が向いた時にはね、ああいう風に走るっていうのをね、武藤には言ってたし、で要求してたので、そういう意味でしっかり武藤がね、僕のことを見てくれたので、まあすごいいいパスだったし、まあ冷静に流し込むことができたので、まあ良かったかなと思います。拓人さんは、ね、結構 PK 止めてるので、自信を持って、ね、蹴ることができたと思うし、キーパー見て冷静に蹴れたと思います。前線2人での守備、ここからのカウンターですけども、まあ、時間帯も非常に苦しい時間帯なんですけども、まあ、ここで点を取りに行くぞっていうスイッチ入りましたよね。まあ、柏木のこのランニングもそうですし、逆サイド点を取る宇賀神、長いスプリントをね、まあ、柏木のこの右足から、これもね、よく決めました。難しいシュートです。しっかりと自分がこう試合に出てる意義っていうのをね、表現しなきゃいけないなと思ってましたし、譲る気はないっていう、ね、プレーをしっかり見せることができたかなと思います。まあ陽介なら見てくれるなとは思いましたけど、まあボールが来てる時にキーパーもいないのも分かりましたし、僕がドフリーなのも分かったので、もう時が止まったように長く感じましたけど、しっかりと決めることができてよかったです。Eu pensei em tocar a bola umas três vezes, mas
mas acabei decidindo chutar e só faz gol quem chuta. E eu fui abençoado e acabei conseguindo fazer o meu primeiro gol e ajudar a equipe.